本郷第一次会の会長の上田でございますよろしくお願いいたします広報係の横内ですよろしくお願いします本郷第一次会の紹介です 市役は横浜市の内陸の最も西側に位置しており私たちの自治会は境川を挟んで隣が大和市になります付近の地形はおおむね平坦で低層住宅が多く昔ながらの農村地帯に新しい世帯が混在した地区で会員の構成は 高齢者が多数でしたが最近は代替わりや土地開発に伴う転入で若い会員も増えています。理事会の加入は460世帯1400名程度で30の班があります。理事会ニュースも定期的に発行しており会のスローガンを このように定めています回覧やポスターを電子配布している事例を紹介します1-1という双方向通信アプリを使って令和5年から運用していますお話しする内容は電子回覧を取り入れた発端からアプリの選定までと1-1の,の特徴や使い方を紹介しその後 閲覧覧の動画をご覧いただきます最後にまとめおよび一の一導入における感想要望などです令和2年役員会で新任の班長さんから「紙の回覧を電子回覧にしたらどうか」という提案がありこれがきっかけです。電子化により一般的に考えられるメリットです。 紙資源の節約とか、班長が楽になるとか、いろいろありますが、電子化の一番のメリットは、③ すべての世帯に一斉に送信できること、丸 ④ 緊急事案や不法など急ぐときに有効です。また、丸 ⑥ 電子化された文書が手元に残るので、いつでも見ることができます。 回覧をメールに添付し一括配信することを想定しました懸念されたことがいくつかありました紙の文書と同じ内容の電子媒体がもらえるかとか著作権の関係で改ざんできないものが必要であるなどアプリ・コストなどいろいろありましたがコロナが流行し結論が出せないまま 勝ち消になりました再開は令和5年公約書より自治会で使ってほしいという各種アプリの紹介がありました LINE WORKS マイ自治会一の市ユイネットなどでした役員会の検討で想定したのは回覧とポスターを電子媒体で配布その文章を 家族にも見てもらい自治会活動の一端を知らせたいという2点でした紹介されたアプリにそれぞれ特質がありましたまた難易度はいずれも同じような感じです全員配布または役員限定配布が可能かとかセキュリティは重要なポイントですさらに以前検討した課題 すべてクリアできるかなどです小田急さんにご説明いただいたこともあります採用になった決め手は紹介された中で一の一を使ったら前に述べた課題はクリアできそうですまたこのアプリは簡単に使えそうに思われました高齢者には難しいのではないかと懸念されましたが一歩を踏み出さないと前に進めない とにかく始めよう。試験的に始めてみようということになりました。ここからは一の一の話になります。特徴の一つ目。一の一は一般的な名称ですが、これを使うのに、申請、打ち合わせ、専用ページに設定、使用開始の流れです。地域を限定し、会員のみが使う専用のページに設定され、 小田急様より提供されます。丸21の1は2つの閲覧方法があります。後ほど説明します。丸3。双方向通信アプリです。丸4。アプリはスマホ、パソコン、タブレットで使えます。丸5。回覧ポスター配信のほかにも多くの機能があります。 使いやすい点の1番目はどの世代にも馴染みやすいようシンプルに作られ自治会デ,デジタルツールとして長く使えること。に閲覧方法その1登録した時点で一斉にメールで案内が来るので閲覧します。その2アプリで開いて表示された複数のデータから選択しいつでも閲覧できます。 3つ目と4つ目に記載した自治会のいろいろな目的に使える多くの機能があること丸る小田急さんのサポートも頼りになりますうちの自治会で使っているのは主に会覧とポスターの配信ですさらに自治会の行事予定や会館使用予定を手元で閲覧できます 最近添付情報は誰でも見れる画像データにしています使っていない機能もありますコミュニティは趣味の会など少人数で使うもので LINE が使い慣れているそうです安否確認は体制作りやルール作り訓練も必要と考えるからですカレンダーは 予定表をスキャンして配信する方が簡単です文書や情報の共有は一1-1が広まったら考えます一1-1を広めるため説明会は複数回行いましたが有効と思われたのは通信料金や個人情報も含めた Q&A を付けた会談でした アプリインストールの手順は回覧ボードの見開きに貼り付け回覧のために目につくようにしました効果ありですアプリのインストールは簡単で登録ページから始め新規登録個人認証プロフィール登録の順で終了すると画面にアイコンができます 投稿の方法は役員以上の閲覧画面に投稿の青いマークがありこれをタップすると右側の投稿画面になります。タイトル入力本文を入力し必要に応じ画像や文章を添付その後カテゴリー選択配布対象選択の順で最後に右上の投稿をタップします。 閲覧方法は2つありその1投稿と同時に全員宛一斉にメールが信送信されます新しい情報がありますという案内と投稿名と URL です次のページ着陣したメールは右上のようなものでタイトルを見て興味がなかったら見ないでも問題ありません見たい方は URL をクリックすると下側の絵のように受信した回覧文書やポスターなどが閲覧できます画像の拡大もできます閲覧その21の1アプリを使う方法アイコンをタップログインして閲覧ページを開きます前回ログアウトしなかった場合はアイコンタップだけで すす。ぐ閲覧ページが開きます過去の文書も含め複数表示されますので閲覧したい文書を選びます右側のように複数の情報が表示されます上下にスリックして目的の情報を閲覧します回覧板は次のお宅に回したら再度見るのは困難ですが 1一の1なら手元で素早く見れます。この間に閲覧するところを画面を見ていただきたいと思っております。閲覧その1です。受信したメールに新しい情報がありますという案内と投稿タイトルと URL がついております。例えば 他のメールに切り替えても同じような感じ。オレンジランプという投稿を見たい場合には URL をクリックします。画像とタイトルと簡単な説明がついております。画像をクリックし、回覧を一覧します。右側のマークをクリックすると、次のページに切り替わります。 拡大してみることもできます。前のページに戻るには、左側のマークをクリックします。どのページも拡大してみることができます。閲覧が終わったら、右上のバックをクリック。これがその1の方法です。閲覧その2の説明です。アイコンからアプリを開きます。ログインすると、 すべてというページに行きましてすべての場合には30ページ以上あります1ページあたり10文章あります探すのが大変な場合には分類の回覧板とかポスター年間行事など切り替えると探すのに早いと思います目的の文章を選択しますと画像とタイトルと 簡単な説明が出てきます。以降の閲覧方法はその2もその1も同じですけど画像をクリックして対象の回覧を見ます拡大してみるのも同じです次のページに移りまして閲覧が終了しましたら元のページに戻ります その1の場合には対象の1件しか見れなかったわけですがその2の場合には目的の文章を探してこれをいつでも見れるという違いがあります閲覧の方法はどの文章でもほとんど同じですこういうふうになります まとめです。1-1は使いやすいツールです。丸1。スマホなどで簡単に閲覧できます。まる閲覧方法は2つあり、便利です。丸3。配信の手間は少なく簡単です。丸4。すべて画像で添付する理由は誰でも閲覧でき、改ざんも難しいからで。 このため5の機材を使っています。6投稿した後でも編集機能で訂正し再送できます。役員は投稿できます。8番目になりますけどいろいろな良い機能があるのですが使い切れていません。9なかなか広まらないので困っております。広まらない、 壁は何かと考えますと食わず嫌いもあるでしょう個人情報通信量を心配する方もあるでしょうそれは大丈夫ですよと説明していますがなかなか難しいところです電子回覧を使える方は3割程度ですから紙ベースから電子回覧への全面移行には未知投資というところです現状は 神と電子の2本立てです。一の一を認知してもらうにはいろいろと努力が必要でしょう。一の一を使った感想を要望されたことです。丸一集金機能が欲しいという方がありました。しかしお金の話は警戒されるのでこれは別の手段が良いと思います。途中飛ばしますが。 気になったのは ○4 でその1メール添付の文章を見る方法とその2後でアプリを開いて閲覧する方法があるのですが片方しか使われていないのかなと感じています。○6 役員はパソコンで閲覧や投稿を行い 1, 1の機能をもっと活用してほしいです。例えば、 理事会の書類を共有するなどです。〇七。担い手の問題はどこでもあると思います。ご清聴ありがとうございました。これで。本郷第一理事会の取り組みの紹介を終わります。ありがとうございました。